ということで、皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは神奈川県の藤沢駅江ノ電乗り場でございます。この日は1月の1日元旦でございまして、今回江ノ電に乗りまして江ノ島に向かい、江ノ島神社江ノ島付近を、散策堪能していきたいと思っております。まずは江ノ島駅に向かうのではなくてですね、こちら越越駅という江ノ島駅の隣の駅にやってまいりました。また別の動画でね、この越越江ノ島間の路面区間をねご紹介させていただいておりますので、ぜひともそちらの動画をどうぞご覧になってください。それでは、江ノ島の散策に向かいたいと思います。江ノ島駅を降りて江ノ島からまっすぐ続く道にですね、このように海鮮丼のお店がございましたので、ちょうどお昼時すごい混雑していたんですけれども、ギリギリ入れました。頼んだのはアジ、イクラ、シラス丼でございます。この江ノ島鎌倉付近ではですね、シラスが有名なんですけれども、ちょうど1月1日から3月の中旬まではですね、漁業が禁止されていて、生シラスっていうのが一番有名なんですけども、生シラス丼はちょっと提供できないということで、まあ、普通に釜揚げのシラス丼を食べることにしました。まあ、シラスには違いないですからね。ついでに天ぷらも頼みました。こちら700円。この天ぷらも立派ですよね。とても美味しかったでございます。ということで江ノ島の方に向かいまして、見つけましたのはこちら浮世絵でございます。歌川広重の、浮世絵、江戸時代に、描かれていたものでして、江戸時代からこの江ノ島をね参拝しに訪れる方がたくさんいらっしゃったので、それを絵にした、この浮世絵になっております。昔から変わらないですよね。今もこの形、本当に昔から江戸時代からですね大事にされていた場所なんだなと思います。東海道がね、横を走っているんですけども、そちらから外れた場所にこの江ノ島がありまして、東海道の旅の途中、この江ノ島神社に参拝しに訪れる旅の方も、たくさん訪れたということで、非常にね賑わっていた場所だと、聞いております。そんな江戸時代からゆかりのある江ノ島神社、今回はこの1月1日元旦にですね参拝しにやってまいりました。非常にいい天気、あれが江ノ島です。さっき見た絵とほとんど変わらないでしょう。形も変わらないままでございまして、いやこんなに青空と海と江ノ島と、いや非常に素晴らしいコンボなんですけれども、もう一つ素晴らしい景色をね右側に望むことができます。それがこちらですね、富士山です。さっきのね浮世絵にも描かれていました。こっからね富士山の、景色はね昔から見えてたんですよね。まあ今もね建物が並んでいても、ここだけはねしっかりと富士山が見えるのは昔から変わらないんだなと思いまして、しかも本当に綺麗ですよね。これ非常に素晴らしい。1月1日元旦にね、年明け早々に非常に素晴らしい景色を見ることができました。ということで江ノ島の方に入ってきたんですけれども、やはり元旦非常に人が多く、皆さんね江ノ島神社に向かって足を運んでいるところでございまして、いや本当に混雑しておりました。江ノ島神社に入っていきます。江ノ島神社の入り口の方まで来たんですけれども、非常に並んでいて規制がかかっていたぐらいでございまして、その列に並びましてようやく階段のところまで来ることができました。いや本当にすごい人ですよ。さすが元旦だなと思いますけれども、この辺の人たちも遠くから来てる人たちも多分たくさんいらっしゃると思います。やはり元旦この江ノ島神社でね参拝して1年の始まりをね、祈願するという方々も非常に多いんじゃないかなと思います。僕もその一人でございます。
非常に景色も良く素晴らしい江ノ島神社を後にし降りてきまして、ここにですねしらすチャウダーコロッケというものが売っておりました。右のねしらすブラックコロッケはね食べたことあるんですよ。このチャウダーコロッケはね食べたことないのでちょっと購入してみました。1個200円、非常に甘みのあるね、なんていうのかな、カニクリームコロッケみたいな、カニは入ってないんですけども、そういった感じのねクリームコロッケですね、のような味にしらすの甘みが混ざっていてとても美味しいコロッケでした。非常にいい天気でこの海の景色を眺めながら食べるこのコロッケは非常に美味しかったです。ということで江ノ島を後にします。しばらく歩きまして、こちらは小田急の駅片瀬江ノ島駅でございます。久しぶりに来ました。この片瀬江ノ島駅はねどうしても外観を見たくてですね、別に小田急に乗って帰るわけじゃないんですけれども、わざわざ足を運んできました。これすごいですよね、立派な駅舎。これ駅なんですよ、小田急の駅、竜宮城みたいな感じになっていまして、非常に素晴らしいですよね。これを見るためだけにこの片瀬江ノ島駅に来るのも、わかるような気がしますよね。ということで今回は1月1日元旦にですね、この江ノ島神社に、参拝しに来たという動画でした。美味しいものも食べれて非常に景色も良く江ノ島神社で参拝し、今年1年素晴らしい年になるなと、本当に思いました。皆さんもぜひこの江ノ島に足を運んでみてください。非常に素晴らしい場所ですので、ぜひ来てみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。